おはようございます。朝6時半過ぎの津山駅です。駅前の再開発でこの駅名標が見えなくなってしまうのは最近よくありますよね。はい、おはようございます。4日目は津山駅からスタートです。今日はこの後まずですね、因美線の、地図方面の列車になります。6時47分の地図行きに乗車するんですけど、この地図まで行く列車がですね、朝5時台に1本で、それからこの後私が6時47分で、その次はもうね11時半ぐらいまでなくなっちゃうんですよ。で、昨日岡山で泊まれなかったのは、岡山駅津山線の始発に乗ってきてももうこの6時47分に間に合わないんですよね。11時半まで強制的にこの津山で待たなくちゃいけないということで、まあそういうこともあって、昨日無理をして、この津山までやってきたということです。まあ、岡山からスーパーイナバっていう特急ね、機動車の特急が走ってますんで、それを使うこともできるんですけど、まあ、なるべく普通列車で、繋ごうということでね、今回は、ここから因美線経由で、鳥取の方にね、抜けていく形になります。それでは今日も一日よろしくお願いいたします。津山駅は岡山県北部のターミナル駅ですが、運転本数の多い津山線、岡山方面、東西の紀新線、そして鳥取方面に抜ける因美線、どれも非電化路線となっています。そのため早朝からディーゼルエンジンの音が山あいに響き渡ります。乗車するのはこちらです。折り返し因美線、普通列車の地図行きとなります。幕回しが始まりました。これ実は中でハンドル回して手動でやってるんですよね。初めて見ました。それでは津山駅を出発です。この列車で地図まで移動、地図からは因美線の鳥取駅に乗り継いで山陰本線に出ます。津山からは紀新線の普通列車を乗り継いで姫路まで機動車でつながります。そこから特急スーパーアクトを利用すれば大阪、京都まで機動車でつながります。しかし今回はスーパーアクト利用よりも特急に乗車する距離がちょっとだけ短くて済むルートがあるので、全体の移動距離はおよそ 1.5 倍、単純乗り継ぎの時間も倍以上かかってしまうんですけど、そっち回りで参りたいと思います。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は急行き3番列車です。津山から乗車したのは私ともう一人女性の方だけでしたが、次の東津山から男性が2人乗車しました。東津山からの男性2人は別々に座ったので知り合いではないと思うのですが、2人とも美作鴨駅で降りていきました。県境を越えたのは結局私ともう一人の女性だけ。この女性は漢字からして旅行者ではなく地元の人っぽいです。終点地図の一つ手前の端駅から高校生の女の子が1人乗ってきました。この日は4月1日、まだ春休みっぽいけど普段はどうなんでしょう、もう少し学生さん乗ってるのでしょうか。はい、地図に到着しました。引き続きこの先も因美線で、鳥取までね向かうんですけど、ここで30分ぐらい乗り換えの待ち時間があります。こちら、地図駅前のね、ビルの上にハイチーズって書いてあるんですよ。これなんだろう、カメラ屋さんかなんかかなと思ったら、ただのこれ JA 鳥取、ただのっていうか JA 鳥取なんですよね。これただこのハイチーズって言いたかっただけですよね。なんかこれがカメラのお店、写真のお店とかだったらうまいなと思うんですけど、ただこのハイチーズっていうのを言いたかっただけですよね。今朝6時47分に岡山駅を出発した特急スーパーイナバ1号地図に到着です。一応これに乗ってきても機動車縛りは成立するんですけどね。今回は普通列車優先で旅を続けます。
はい、ということで次に私が乗車するのはこちらです。地図駅8時30分発、普通列車の鳥取行きはキハ40系が3両編成ね、3両もつながってます。それでは乗車しましょう。地図駅を8時半に出発して終点の鳥取には9時17分に到着します。通勤通学時間帯からは外れるので車内はガラガラです。コロナ禍で押しボタンを停止している列車もあればそのまま使う列車もあって、対応の違いがよくわからないと思っているのは私だけではないはず。3両編成なので大した混雑にはならなかったけど、鳥取市に買い物に行くのか、私服の高校生が駅に到着するたびに乗車してきました。私と彼ら、彼女らには何も接点はないけど、なんかのどかでいい時間を共有させてもらっている感じ。鳥取に到着です。乗り換え時間は13分なので改札は出ず、このままホームにいます。浜坂駅はキハ40だと思ってたんですけどね、こいつが配慮になったんですね。キハ121系のボックス席は足元がものすごく広々としています。キハ40系のボックス席とは違いです。ただその分座席数は減っています。どっちがいいかはその時の混雑次第でしょうか。鳥取駅を出発します。ここからは山陰本線です。この列車から18切符っぽい人が増えました。ぱっと見でなんとなくわかりますよね。全部で20人くらい乗ってますが、おそらく半分ちょっとが18切符だと思われます。はい、浜坂で乗り換えます。城崎温泉行きの、キハ40系2両編成です。乗ってきた列車はそのまま折り返し鳥取行きにまたなるみたいですね。はい、ということで今アマルベ駅で、今回は下車をしました。他にも鉄道マニアっぽい人が結構ね、今の列車乗ってたんで、他にも降りる人何人かいるかなと思ったんですけど、私以外に降りたのは一人だけでしたね。まあ、それ以外にこの橋で待ち伏せしてた人たちが、何人か、まあ、この人たちは車で来てる人っていう可能性もねありますよね。で今回はですね、鳥取から豊岡の間でどっか1箇所、まあ、1時間半ぐらいね、観光ができるんですよね。その後の列車にしちゃうとちょっとその先の乗り継ぎがうまくいかなくって、まあ、例えば豊岡から特急浜風を使って大阪の方に抜けちゃうっていうでもあるんで、まあ、それでしたらねもうちょっとこの山陰地方を観光することもできるんですけど、橋が見えてきた。ちょっと今回私は豊岡から別ルート、まあ、ここまではわかると思うんですけどね、京都丹後鉄道の方にね、行きますんで、そうするとどうしてもこのディーゼル乗り継ぎだとですね、まあ、うまくつながる列車がなくて、今回この、鳥取、それから豊岡間で今回1箇所ということで、ちょっと迷ってね、まあ、鳥取で砂場コーヒーに行くか、それかこの、アマルベ鉄橋ですね、あとは城崎温泉、まあ、個人的には城崎温泉のんびりってのが一番いいかなと思ったんですけど、まあ、今日意外と暖かいんでね、まあ、別に温泉じゃなくてもいいなっていうのと、それからやっぱり乗り鉄の旅なんでね、せっかくなんで今回はこの、まあ、もう何回か来てるんですけど、このアマルベ鉄橋で降りたということです。この後すぐ1本、鳥取方面の列車があるんで、それを取り鉄してから、ちょっと橋の下の方に行ってみたいと思います。
余部駅は余部の集落からおよそ40メートルの高さにありますが、エレベーターが設置されていて移動は楽々です。駅が地元の住民で賑やかだった頃には設置されなかったエスカレーターやエレベーターですが、余部橋梁の架け替え後、ここが人気の観光地になるとエレベーターが設置されました。なお、このエレベーターを利用するのは駅の利用者よりも道の駅の駐車場に車を止める観光客がメインです。なんだか皮肉な話ですね。エレベーターの乗車時間はおよそ40秒です。こちらに亀さんがいます。空の駅の駅長さんだそうです。名前は空ちゃん、女の子ちょっと顔怖いけど女の子です。面白いですよ。好物がね、リンゴ、バナナ、イチゴ、そして小松菜だそうです。渋い。ところで、集落と駅名は同じ余部ですが、字が違うんですよね。集落の方はこういう字、橋梁の名前もこっちの字を使っています。で、駅名はこっちですね。ちょっと難しい漢字。実は紀新線に余部と書いて余部と読む駅があるのですが、これとの混同を避けるために字を変えたそうです。それは万が一部材を海中に沈めると再び。道の駅で軽くランチしていきます。コーヒー400円はちょっと高いなと思ってしまったけど、意外にもブラックで飲んでちゃんと美味しいコーヒーが出てきました。カニバーガーの方はご覧の通り少し小ぶりでした。中身は霞ヶ谷のほぐし身とカニクリームコロッケ、そして千切りキャベツです。バーガーは小ぶりでしたが、ほぐし身がもりもりに詰め込まれてたので、これはかなり満足でしたね。カニクリームコロッケも美味しかったです。それでは余部駅を出発します。この先は先ほど話した通り、豊岡から京都丹後鉄道へと抜けます。となると、その先のルートはある程度想像ができるでしょうか。問題はこの先です。西日本から東日本へリーデル縛りでどう動いていくのか、ここは結構難しいですよ。皆さんの予想コメントをお待ちしております。それでは4日目午前の動画はここまでです。今回も最後までご視聴ありがとうございました。